こんにちは、 CSBA の中島志郎です。本日は私の使っているスキーの用具をご紹介したいと思います。用具に関しては1年間しっかりと滑れるために非常に重要ですので、皆さんも参考にしていただければと思います。まず最初はですね、アンダーパンツ。私は15年ぐらい前に膝を手術しましたので、膝、それから股関節周辺、そのあたりをしっかりとサポートしてくれるための CWX のアンダーパンツを履いています。このパンツがいいのは、結構これ長く使ってるんですけれども、まず暖かい素材を選んでいます。それから、しっかりとサポートしてくれるという部分です。それともう一つは、吸汗性ですね。汗を、すぐにこう吸い取ってくれて、乾いてくれる、そういった部分でこのアンダーパンツを選んでます。続きましてソックスです。ソックスはできるだけ薄手の生地を選んでいます。もちろん暖かい生地がいいんですけども、その厚い生地だとどうしてもきついブーツの中で緩んでしまったり、それから動いてしまうことがあるので、私はなるべくフィット感のある薄い生地のソックスを選んでいます。カナダの場合には標高差があります。暖かめの日と、それから寒い日と、そういった時に対応できるようにこういったネックウォーマーを使っています。これは卒業生の我慢龍二君が作ってくれたネックウォーマーなんですけれども、洗いやすいですし、軽い素材、薄い素材を選んでいます。これを使う時はですね、こうかぶって寒い時はスッとこう上げれますし、私は雪の上でインストラクションをすることがありますので、こういうふうにかぶっても声が届きやすい素材、それからこういう薄い素材ですと、ヘルメットの下にこういうふうにかぶってヘルメットをかぶることができるんですね。ですので、こういったネックウォーマーを常に使っています。そしてこの、ミッドレイヤーですね。カナダの場合はですね、上が2300ぐらい、下が650ぐらいですので、1600メーターぐらいのこう標高差があるんですね。またウィスラーの場合はコーストサイド、海の近くですので、暖流が流れてくることがあります。寒い日はマイナス15度ぐらい、そして暖かい日はプラスの気温になることがあります。ミッドレイヤーによってその気温の変化に対応するようにしています。またウィスラーの場合はゲレンデが広いですから、途中で歩いて山を登ったりバックカントリーに出かけることがあります。そういった時にも汗を速乾っていうんですかね、すぐに汗を出してくれる素材、そして薄くて暖かくて動きやすい素材ということでミッドレイヤーを選んでいます。それからウェアですね。北米の場合にはですね、先ほど言いましたように標高差があります。ですので、外側のウェアはなるべくこう薄い素材を使っているんですけれども、私はちょっと寒がりなので、少しだけ綿の入っている、ゴールドウィンのウェアを着ています。これとこのミッドレアによって、ある程度気温に対応できると思っていまして、特にこのウェアを気に入っているのは、ベンチュレーションですね。こちらのところの開けるとかなり涼しくなって、閉めるとかなり暖かくなること、それから素材が柔らかくて動きやすいんですね。その2つでこのウェアを選んでいます。それからグローブですね。グローブはレベルのグローブを使用しています。でこのグローブはセミミトンですね。3本の指、上で書いたりすることもありますので、3本の指だと非常に暖かくて便利です。それからカナダの場合、寒くなった時でも対応できる保温性が素晴らしいので使っています。デザインも私は気に入っています。次はヘルメットです。ヘルメットは昨年まで、少し重いもの、頑丈なものを使ってたんですけれども、今年はこのジローのヘルメットを使っています。とにかくこのヘルメットのいいのは軽いことです。去年までの重さが、だいたい680グラム
で、これは 530g、 もう全然 100g 以上違います。で、軽いんですけれども、この MIPS、斜めからの衝撃にも対応できるという安全性は、去年と同じそれ以上で、重さが非常に軽くなっている。そしてこの耳のあたりのフィット感が私は大好きです。今は本当に去年と比べて、かぶってないって思うぐらい動きやすいヘルメットです。それから、ゴーグルはジローの、アクシスというゴーグルを使っています。これは平面レンズなんですけども、去年まで使ってた球面型のレンズとほとんど同じぐらい視野が広いです。それからこのレンズを2枚ついてくるんですけど、交換しやすいこのマグネットタイプのレンズになっています。それからアジアンフィットですね、鼻のところがピタッとくるようにアジアンフィットの、ゴーグルを使っています。それからもう一つレボルト、こちらのゴーグルの天候によって使い分けています。このレンズのいいところはですね、ビビットレンズが特にウィスアの場合は曇ったりすることがあるんですね。その時に段差が見やすいというのが特徴です。私もコブ斜面とか滑ってみて非常に見やすいので、このゴーグルを気に入っています。またシーズン終わりにレビューしたいと思います。それから今年使っているブーツはダルベロの DRS の WCというレーシングタイプのブーツです。今でも強い動きをしたいというところから、昨年丸山隆夫さんにご紹介いただいてこのブーツを使うようにしました。まだシーズン始まって間もないんですけども、昨年よりもその中のインナーブーツが少し固めで、こう伝達が早いような感じを受けています。それからそのレーシングタイプのブーツっていうのは毎回そうなんですけども、私は高高で足が広いので、必ずブーツを履く前にスペシャリストに私の足に合わせて少しこうブーツを出していただいて調整してもらってます。それからブーツを履くようにしています。またこちらの方のブーツに関してもシーズン終わりにレビューしたいと思います。それからインソールですね。インソールはこの VG フィート、今までいろんな種類のインソールを使っていたんですけれども、数年前から姫路にあるバルガルディーナさんのところで作っていただいてます。まず立った時にまっすぐに立っているような感じがします。それから足の中で本当に動かない、ピタッとこう収まる形が私は気に入っています。いろんなインソールを使ってきたんですけど、私は今これが一番気に入って使っています。スキーはこちらにある2本ですね、これを、使い分けています。結構レッスンとかで使うときにはですね、こちらを使うことが多いんですけれども、これは、TCSB、 長さが165センチで、アンダーフットが65ミリ、それからラディアスが、12メーターというスキーです。今プレートがついてないんですけど、プレート付きのが今届くので、それを使うことになるんですが、結構高速になった時でも安定してる、スキーですね。で、この大きな山ですとやはり12メーターっていうのはちょっと小回りが多すぎて、疲れることがあるんですけど、逆に私はレッスンの時にこのスキーをなるべく使っています。いろんな雪質にもですね対応できますし、非常に使いやすいスキーです。それから自分自身で滑るメインのスキーの時にはこちらのケオスの KSXX、 こちらを使っています。長さは172センチで、プレートをつけてしっかりと乗りたいというスキーですね。硬いバーンからオフィステまでこれを使ってほとんど滑っています。しっかりと重量感のある形で、特にこういった大きな山ではこのアンダーフット69ミリ、サイドカーブが18メーター、
このくらいのスキーが本当に合ってると思います。あまりこう細かい動きばかりだと結構疲れちゃう時あるんですけども、これは例えば今のように気温が少し高くなってコブがポコポコポコっとできた時でも対応できますし、それから硬いバーンではもう気持ちよくカービングができます。非常に重量感のあるしっかりとしたスキーでおすすめです。それから最後になりますけれども、スキーポール、これは小笠さんのスキーポールで長さが変えれるようになっているスキーポールです。普段私身長が175センチなんですけど、今115センチぐらいで使ってるんですけど、ちょっと突っ立って滑ってしまう癖があるので、こぶ斜面の時には少し短くして110センチぐらいにして滑る時もあります。長さを変えれるというのがこのゲレンデの広いところを使うのに非常に便利です。それでは、スキーに行ってみたいと思います。はい、着替えてきました。それではスキーに行っていきたいと思います。皆さんも今シーズン、道具をしっかり整備して楽しいスキーをしてください。それでは次回お楽しみに。さよなら。